どうも皆さんこんばんは。本日もバイオハザード RE2 やっていこうと思います。さて行くか。前回ね、ショットガンを無事にゲッチュしました。で、あとは先行手榴弾ですな。でね、リスナーさんがそのツイッターのね、ダイレクトメッセとかいろいろね、そのバイオハザードのヒントをくれたんだよね。で、前回ゲッチュしたね、このポータブルセーフか。これだ。で、どうやら、これがね、もうその、開けれるらしくてね。よいしょと。これな。で、さらに開けると、その武器庫の2番と3番が入手するっておっしゃってたんでね。ちょっと今からやってみようと思います。ちょっと時間かかっちゃうかもしれないんでね。まあ、ここは早送りかもしれないけどね。ちょっと待って。どこ押したっけ今。ここと、ダメだな。ここ。順番にならないとダメみたいなんでね。順番に。ちょっと待って。こことここ押して、こうなったね。ここまで割ってる。1、2で、次が違うと。1、2。で、次は違うな。1、2で、次は違う。1、2。お、合っとるな。1、2、3で、次が4。1、2、3、4と来て、次は違う。1、2、3、4。で、次が5。1、2、3、4、5来たぞ。で、それでどうするんだ6。6。あー、違う。1、2、3、4、5、6。素晴らしい。ああ、OK だ。お、開いたぞ。おお、素晴らしい。これは何番なんだ？組み合わせ。組み合わせじゃないな。調べる。何？数字が書いていないだと。わからないじゃないか。ん、でもちょっと待てよ。これを2番とかにはめれば、そこが開くんじゃないのか。おそらくそうだな。で、電子部品、これは置いときましょう。よし、これはいらんな。よし、OK。でね、あとそのなんかね、その壁とかに、金庫のね、パスワードが書いてあるって言ってたんだよな。で、私ね、あんまりその壁とか確認してなかったんでね、ちょっと今後はね、壁をチェックして進めようと思います。いやー、ありがてえな。みんながヒントをくれるんでね。よいしょ。ここだったよな。よいしょ、お邪魔します。で、開かないところが、102と103か。ガンパウダー先にゲッチュしよっか。102。ちょっと待って。一回、やったらもう取れないとかそういうオチじゃないよね。203。208か。先に2番にしよう。ショットガンの弾重要なんでね。ちょっと待って。まずこれを使うと。ここだ。よし、オッケー。んで、208。よし。よし、オッケー。素晴らしい。で、これでショットガンの弾取れるな。よし。汚すんだ。オッケー。あとは、よいしょ、よいしょ。102だね。102。102と、オッケー。で、これでガンパウダーだね。よし、オッケー。ということは、あと103、もう一個、どっかでゲッチュできるんだな。きっとな。よーし、オッケーだ。これは、もう、これ取れないんだろ？取れないな。よし、オッケー。お邪魔しました。で、どこって言ってたかな？ここだったかな？オフィス、いや。こっちだったかな？あ、ここだ。これですね。C、A、P、
P かな D かな、ロッカールーム。ロッカールーム。ロッカールームとなると、どこのロッカールームなんだろうな。現状行けるところだと、ロッカーからゾンビが出てきたところかな。ロッカールーム、CAP か D だな。CAP。CAP か CAD だ。よし、行くぞ。CAP。よいしょっと。CAP か CAD だな。よし。CAP か、もう怖い怖い。CAP か CAD だ。よし。ゾンビーさんおらんな。違う、こっちだ。ん？ちょっと待って。あ、やつか。よし。やつは大丈夫だ。よし。やつは寝転んでるだけだ。CAP か CAD だな。で、ここだったよな。あれ？ここじゃなかった？あれ？あれ？ここら辺なかったっけ？ロッカー。ん？どこだったっけ？もう忘れちゃった。ロッカールームってあとどこがあったっけ？やばいな。もう記憶喪失だ。あ、ここだ。こっちだ。CAP か CAD。ここだ。あったぞ。CAP。あ、素晴らしい。CAP だったようだな。よし、OK。よし、ショットガンだ。ああ、いいね。だいぶ増えたな。よし、OK。で、あとね、コメント、ちょっと待って。丸上がりじゃないか。ああ、もうタンを吐くんじゃない。ああ、これどうしようかな。これ出てったと同時に食らうよな。危ねえ。危ないな。あとね、そのレオンの、なんていうのかな。机だよね。で、そこもね、その開けるというか、その、パスワードをね、入力すると開くって言ってたんでね。それを今からやりたいんだけど、ガンパウダーはとりあえず置いてこう。預ける。よし、OK。1個か。よし、OK。さてと。ここだな。ちょっと待って。ゾンビーさん。あ、いらっしゃるね。で、ここだな。頭文字なんでね。これだね。これはマービン。あ、マービン警部補。ここの机なんだね。なるほど。M? 頭文字取るんでね。ML? ちょっと待って。ML?MR か。MR? ここは誰なんだ ?MR? ちょっと待って。ん？どこにあるんだ？これは書いてないじゃないか。MR なんだろうな。どっかにヒントがないかな。どっか、おや、これだ。落ちてるぞ。なんて書いてあるこれ。ん？G だな。逆向きになってるな。G だ。MRG か ?MRG だ。よし。これでやってみよう。MRG。よし、OK。これで合ってる。で、同じくこちらも。デイビッド。デビッド・フォード。あ、なんかよくメモとかに載ってたの、これか。D だな。スタンバってんな。ちょっと待って。D で、
ちょっとオタクちょっとどいてくんねえかな。あー、怒ってらっしゃるな。すんげー怒ってるな。あー、あ、そこの、その無線機くれねえかな。え、ということは、こいつが、仲間だったんだよな、本来。あー、ちょっと待ってください。怒らないで。怒らないでください。冷静に。この野郎、話し合いはわかる。D と、D だったな。こっちから回って、あったぞ。ここに書いてあるぞ。N。N で、真ん中が E だ。ちょっと待って。D、E、D、E、N。D、E、N だな。よし、OK だ。D、E、N。よしと。ちょっと待って。D。D、ちょっと待ってよ。ん ?D だな、D だな、D、E、N だな。ちょっと待ってな。D、E、N、D、E、N。なぜ D がないんだ?ちょっと待って。D がないぞ。ちょっと待って。こっちか。D?E? N だったかな。よし、OK だ。よし、よこせ。ロングマガジン。マチルダ。あ、素晴らしいね。これ組み合わせるんじゃないか。マチルダ専用の強化パーツ。相談数を倍の24か。いいね。リロード時間も短縮。素晴らしいな。よし、早速組み合わせよう。ああ、いいね。マチルダ。マチルダといえば、マチルダさんを思い出すね。みんな知ってるかな?機動戦士ガンダムのね、マチルダさんっていう。ああ、なるほど。で、こっちは、これはまだわかんねえんだよな。これな。これはわかんねえと。マチルダさん。よしと。よし、もうここは用済みだ。んで、次は。あれ?こっちはない。どっちだ?私はね、すぐに方向音痴なんでね、テンパってしまう。こっちは違うな。あと行けれるところは?あそこだな。クランク。そうだ。なるほど。思い出したぞ。来ないでください。で、ただまだね、このロッカールームの奥のところはちょっと調べてないんでね。で、今、弾数ちょっと多めなんで、行きましょう。勇気を出してね。ビビっていてもしょうがない。あれ、ちょっと待って。ここで使ったらもうこれ回収できないの?え?ってことはもう一個どっかにあるってことなんだな。さてと。こっちだな。ああ、ここやばそうだな。うわあ、これみんな動き始めるとかじゃないよね。なんかここら辺のジュースとか飲んでさ、回復とかしないのかな。うわあ。ちょっと待って。リッカー先生だ。やべえぞ。あららららら、ちょっと待って、ちょっと待って。こっち来んじゃねえよ。やばいぞ。やばいぞ。とうとう出てきやがった。ただ、ちょっと待てよ。リスナーさんからの情報でね、こいつは、走らなければ大丈夫というね、情報が入ってきてるんでね。あー、まずいな。ちょっと待って、これ本当大丈夫なんだろうか。近づいてったらなんか食らうとかそういうオチじゃないよね。お、ここスターズの部屋じゃないか。なぜ、ちょっと待って。あー、下べら出しとるよ。うわー、気持ち悪いな。もうこれ大丈夫これ。これ扉開けたら一瞬で入ってくるとか。ゆっくりやろう。
よし。よし。あばよ。ふぅ。ああ、懐かしいな。スターズの部屋だ。ああ、このマーク、そうだね。これこれこれ。そうだね。当時はね、東京丸井さんが販売した、その、スターズのね、なんていうのかな、ベレッタがね、すんげえ人気だったんだよな。強化火薬、黄色。素晴らしい。ちょっと待って、これ何？ん？これ明らかに壊してって言ってるよね。お、害虫駆除。トロフィーゲットしましたよ。なるほど。どうやらこれは壊した方がいいようだ。おや？これは？救急スプレーだ。素晴らしい。もうなんかこのバッグごと背負ってったらいいのにね。あー、でもちょっと待って。パソコンがまだどえらいなんか、分厚いね。つか机もなんかすんげー、なんか時代を感じるな。なるほど。素晴らしい、ショットガンだ。うん、ジル・バレンタインとかもここに机があるんだろ？お、このジャケットはこれ、これはクリスなんじゃないか。よし、オッケー。ちょっと待って、さっきから後ろからなんか音するぞ。ん？ちょっと待って。ここにゾンビいるんじゃないか、ここ。いないか？素晴らしいな。ああ、トロフィーだ。ああ。これは？アカウント認証が必要です。USB ポートにドングルキーを、挿入してください。ドングルキーって何なんだ？まあ、何かを入れないといけないみたいだね。USB って書いてあったな。まだそんなものはないな。よし。レッドハブだ。いやー、ちょっと待って。リッカー先生、そこにいるからね。ここは、ウエスカーだな。アルバート・ウエスカーの。1998年9月22日。何の音今。備品の移動。3桁ナンバー。西側オフィス1階。これあれなんじゃないか。さっきの、レオンの鍵開けたところの金庫だな。右に9、左に15。左に9、右に15。左に7ってことなのかな。ああ、やはりな、そういうことだな。オッケーだ。ここ。ああ、懐かしいね。これ、一作目の写真だね。スターズだ。ああ。スペシャルタクティク&レスキュー。ああ。スターズ。かっこいいな。すんげえ先からキシキシ言っとるけど、これ大丈夫かな。おや？これは？電池。あ、これ、あれに組み合わせれるんじゃないか？そうだな、きっとな。よし。こっちは。おや、ちょっと待って、向こうに。あれはマグナムなんじゃないか？すんげえマグナムだ。おー、デザートイーグルだ。バイオハザードといえばデザートイーグルだよな。そうだな。一作目はコルトパイソンだったな。さてと。あと他に何もないか。でもここで待っとればジルと遭遇するんじゃないのか。さて問題はここだな。念のため、ちょっとショットガンに変えましょう。おや？いないぞ。どこへ行った？どこへ行ったんだ？リッカー先生、上なんじゃないのか？
音するもんな。あららら、真横に、ちょっと待って。真横にいらっしゃるよ、これ。わあ。ああ、怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、こっち来ない、ちょっと待ってくれ。来ないでください。怖えー。ちょっと待って、こっち来ない、ちょっと。脳みそむき出しだ。いてバレバレじゃねえか。トンズルだ。ハートだ。よし、飽きたぞ。うん、暴いよ。あぶねえ。あ、攻撃したな、今。あぶねえ。ああ、危なかった。ここ危険だな。要注意だ。リッカー先生がいらっしゃる。警察署。なるほど。さらに地図が入ったようだ。うん、危険だな、あそこは。よし、オッケー。これは、ガンパウダーだ。素晴らしい。こっち行けるな。で、ここは？あ！すごいね、なんかもう。まあ、もともと美術館だったらしいんでね。どこだったっけ？これだ。お魚さん、左からお魚、サソリ。最後は何のマークなんだ？壺かな？お魚サソリ壺。お魚サソリ壺。うん、これか。よし、オッケーだ。メダルゲッチュ。ただ、入れれねえと。なるほど。なるほど。まあ、とりあえず場所は分かったね。よし。ここは？あ、図書館か。ってことはもうすぐ横にボックスがあるね。行きましょう。よし。マービン先生、大丈夫だな。よし。あー、リッカー。なるほど。真横を通ると攻撃食らうね。どうやらね。ガンパウダー、ショットガンの方がいいよな。きっとな。よし。オッケーだ。マービン大丈夫か？ああ、もうマービン時間の問題だな。よし。よし。まずは、救急スプレー。これ預けましょう。まあ、基本救急スプレーはね、もう後半使うと思うんでね。んで、グリーンハーブ。よし。で、まずは組み合わせ。よし、OK だ。んで、再度、これを預けると。で、グリーンハーブ。まだ黄色なんでね、もう一発ぐらいは耐えれると思うんで。よし、ガンパウダー。んで、組み合わせ。あ、しまった。ハンドガンを作ってしまったな。そうか、これと組み合わせないとダメだったな。間違えてしまった。となると、とりあえずガンパウダーはもうないから、しまうしかないな。よし、預けましょう。んで、これだ、電子部品なんじゃないか。よし。んで、これと、よし、あったぞ。新刊。これ何に使うの？調べる。あ、C4、あそこだ。あの部屋だ。なるほど。わかったぞ。一気に行けるところを広がったね。どうしよう。まずは、でもあそこ通るとどうしようかな。リッカー先生とまた遭遇だな。できる限りそのリッカー先生と遭遇しない場所に行きたいんだけどね。まあ、次は戦った方がいいのかもしれないね。よし、行くぜ。レオンも苦しそうだな。よしと。お邪魔します。
あら、やつ向こうに今度は移動したな。よし。で、ここだな。ちょっと待ってよ。メモ書き。カンニングしましょう。左に9、右に15、7。左に9、右に15、7。9、15、7だな。9、15、7。違う。9、15、7?どういうことなんだ?違うじゃないか。ここではね、左に9、15、7だよね。9、15、7。9、15、7。よし、開いた。あー、すげえ、さらにバックだ。広がるな。よーし、オッケー。素晴らしい。いいね。いい感じじゃないか。んで、あとは、あとどこ行ったらいいんだ?とりあえず C4 を爆破するのと、さっきのメダルゲッチュせんとダメだね。よし。お邪魔しました。で、さっきのちょっとメダルだけ回収しましょう。ああ、見てください。これ、ちゃんと先行手榴弾入れてるね。ああ、なるほど。もしかしてこのポケットとかもちゃんと増えてるのかもしれないね。ああ、かっこいいな。あ、すんげえかっこいいね、こう見るとね。なんかこういう服を着て、ね、サバゲーとかやったら面白そうだな。さて、ここだったか。よし、お邪魔します。まだ生きてんな。なんて野郎なんだ。こっちだったっけ?よしと。そうだな。よし、オッケーだ。で、これで、ユニコーンのメダルゲッチュ。ちょっと調べましょうか。すごいよね、これ。ボリュームがすごいな。まあ、これを作った、その、なんていうのかな。建築士っていうの。もう、なぞなぞ大好きなんだろうね。よし。で、これで、あとメダルは一つだな。よしと。よーし、オッケー。メダルをはめ込もう。素晴らしい。あと一つだぞ。いいね。あと一つだ。おそらく C4 を爆破した先にあるんだろうな。よし、OK だ。ではね、ちょうどいいお時間になりましたんで、今日もここまでにしましょう。またね、この続きの動画アップロードしていきますんで、ぜひチェックするようにしてください。チャンネル登録もね、よろしくお願いしますよ。それじゃあまた次回のバイオハザードでお会いしましょう。あばよー!